記念イベントは新山口駅の一番線ホームで開かれ、復活45周年を記念して作られたオリジナルヘッドマークもお披露目されました。山口線での SL の運行は1973年に終了したものの、復活を望む声に応え、1979年8月1日に SL 山口号として復活。今日で45周年となります。 JR 西日本によりますと、今日の便はほぼ満席ということで、ホームには県外からも多くの人が詰めかけていました。いい機会に来れてよかったです、はい、やっぱり汽笛とかね、車窓とか、今まで乗ってる電車と違うでしょうねという感じですね、はい、乗ったことある。これからも勢いよく走ってほしいです。関係者による出発の合図で SL 山口号が46年目のスタートを切りました。 SL 山口号は山口県の宝でございます。50周年それから60周年に向けてですね、今からも守り続けて皆様に愛され続ける列車となるようにですね、努力していきたいというふうに考えております。 SL 山口号はあさってから12日まで45周年記念オリジナルヘッドマークをつけて運行予定ということです。